さん、こんにちは。僕はクマだよ。今日はウッピーが部屋の紹介をしてくれるって。そして皆さんからの質問にウッピーが答えるみたいだよ。それでは呼ぶね。ウッピー、ウッピー。はいはいはい、なんでさっきからウッピーウッピーって。だってみんなが質問の答え待ってるよって言ってるんだもん。そっか、ありがとう。答えないとね。よし、では今日はリンジーのクマさんが最初に紹介してくれました。ありがとう。はい、ということで皆さんからの質問に答えたいと思います。ここに書いてますね。こんな感じで答えたいと思います。まず第一問、メイクの道具が見たいということで持ってきました。メイク道具です。私が使っているのはこれ。これはフリーズショップで買ったんですけど、もうね、いっぱい入るんですよ。なのでこれもこのブラシも入るし、中にいっぱい入るし、こうやって端っこを止めれば持ち歩きもできるし便利です。さて次は私の最近買ったもの。買ったものはですね、じゃん、これなんですけど、何かわかりますか？香水入れなんです。これ可愛くないですか？でも中に何の香水入れようか迷っちゃって、まだ使ってないんです。だからまた使ったら皆さんにご報告します。イエーイ、これ最近買いました。そしてもう一個は、アクセサリーが見たいということなので、今日は私の部屋の紹介とともにアクセサリーを、見せます。じゃん、ここ私の部屋の一部なんですけど、こういうタンスの上に置いてます。これですね、なんかブレスレットとかネックレスとか置いてますけれども、実は関係ないんですけど、この白のケースいくらで買ったと思いますか？実は500円で買いました。安くてびっくりしました。なんで今ここに置いて飾っています。こんな感じです。作ったネックレスも入ってます。さあ、そしてここにかけられているのは大きめのネックレスです。夏にはですね、やっぱりシンプルな T シャツとかに合わせやすいですよ。これなんとおばあちゃんに買ってもらいました。おばあちゃんが送ってくれたの、ありがとう。はい、こんな感じです。そうですね、私の部屋は動画で撮るのは初めてかな、こんな感じなので。あ、前髪切ったの気づきましたか？コメントに書いてくれてる子もいたんですけど、短くしました。よろしくお願いします、これからも。ということで今日はマリアのマイルームからお届けしました。それじゃあね、バイバイ。また来た。